皆さんこんにちは、サクランのサクです。ただいまニューアーク国際空港に来ております。今の時間が3時48分です。で今日はですね、まあ3日間のお仕事をしていくんですけれども、まずはケーキ漬けの一杯ということでスタバ買ってきました。最近ドハマりしておりますピスタチオクリームコールドブリューです。いただきます。うん、おいしい、おいしすぎる。甘みと酸味ガツンとめちゃくちゃいいです。で最近は本当にこれハマりにハマって毎回ほぼこれですね。で、あと溜まってたポイントでブルーベリースコーンをゲットしてきました。スターバックスのアプリで決済をするとポイントが溜まって、でそのポイントが100ポイント溜まったらこんなパンなどに引き換えることができます。でなんか100ポイント、200ポイント、300ポイントってだんだんとこうレベルがあって引き換えれるものも違うんですけれども、まあ今日はね100ポイントでこのスコーンにしました。お、結構大きいです。おー、いただきます。あ、もうこの口の中の水分全部持ってかれます。たまりません。でこれをこれで流し込みます。めっちゃ合う、最高です。で今日はどこに行くかというとポートランドに行きます。ポートランドって西海岸にあるポートランドじゃないんですよ。そのポートランドはすごく有名な大きい大都市なんですけれども、そっちではなくてメイン州のポートランドです。まあ、こちらも大きい都市ではあるんですけれども、東海岸にあるメイン州のポートランドです。ニューヨークよりもまだちょっと北にあります。でしかもフライト時間がニューヨークからだとめちゃくちゃ短いんですよ。もう1時間ぐらいでシュッと行けちゃう、運転して行っても5時間ぐらいで行けるぐらいの距離にあるところです。で私実はここのこのポートランドの滞在のお仕事もずっと探してて、なんかいまいち私の予定と合うものがなかなかなかったんですよ。今日もやっとゲットすることができました。今回なんと滞在が34時間もあります。ポートランドで34時間ですね。今日最終便5時19分発のポートランド行きがニューアークポートランドのこの区間では最終便なんですけれども、この最終便でポートランドに着いたら6時39分で、そこから丸1日今夜明日と滞在して、で明後日の朝一のフライトでニューアークに戻ってきます。今回のお仕事3日間のお仕事なんですよ。最終日、まあ、3日目ポートランドからニューアークに戻ってきたら、その後フロリダに行きます。フロリダターンです。キーウェストですね。キーウェストまで3時間25分行って帰るっていうのがあって、その日はトータル3レグ3便の乗務です。ニューアークに最終的に帰ってくるのが夕方の5時でございます。まあ、この日は3便でちょっと長いんですが、今日は1便だということで、いやーもう楽しみすぎますね。ポートランド、念願のポートランドで、なんでずっと行きたかったかっていうと、海鮮がとにかく美味しい。この東海岸に住む日本人の間でなんかちょっと話題になってたことがあって、ポートランドにすごく美味しい日系の魚卸屋さんがあるみたいなんで、そこに行ったらあの個人でも買えて、でしかもその場で食べれて、なんせすっごい美味しいっていう噂を聞きつけまして、で私ずっと行きたかったんです。なんでもう今回はね、念願のポートランドでございます。今夜はそこには行かずに明日その、日系のシーフード屋さんに行こうかなと思っております。メイン到着しました。お疲れ様でした。飛行時間なんと50分というすごく短いフライトでした。無事たどり着いてよかったです。で今から34時間の滞在です。長い。今夜と明日の夜ここで滞在して、明後日の朝一番のフライトでニューアークに帰ります。なのでここホテルを出るのが朝の4時半すごく早い出勤です。今からちゃちゃっと着替えて夕飯を食べに行きます。本日やってきたのはこちらのルークズロブスターというところです。多分これ産地とか書いてるんですよね。はい、では中入っていきます。すごい、入ってすぐ水槽が、いけすがあります。しかも結構この奥は本当におろしって感じですね。すごい、
というわけでランも合流しました。サクフライトお疲れ様でした。はい、ここからはランも参加いたします。今日日曜日なんですよね。日曜日の遅い時間、もう夜8時で、まあ、9時閉店なんですが、なのにこんだけ人が入ってるって、もうどれだけ人気かよくわかります。でですね、なんかすごいいい席に座らせてもらって、この角の席でサクの真後ろとこの2面が海に面してる、窓がでっかい窓がついてる席なんですけど、残念ながら今は夜なのでほとんど何も見えません。まずはドリンクが届きました。スパイスドミュールというのが奥にあるもので、で手前はシースモークというドリンクです。こちら冬はホットで提供されているお飲み物で、しかもこれはですね、なんと1杯につき1ドル、ここの地元のなんか学生団体に寄付されるという、もうすごく素敵な飲み物です。ではいただきます。乾杯。うわー、美味しい。めっちゃ温まる。とこのシースモークはバーボン、アップルブランデーなどなどが入っています。じゃあちょっとランのスパイスドミュールもいただきます。なんだろう、スパイスがすごい、生姜っぽい、何のスパイスだ、ジンジャー、ライム、ビターズなどなど、こっちはホットは温まるし、そっちはそっちで喉に良さそう。届きました、ロブスターロールでございます。すごい、ロブスターがもはや溢れんばかり。これちっちゃい方なんですけれども、ロブスターの身がなんせ大きい、ゴロゴロ入ってます。ダンが頼んだのはロブスタービスクとエビの揚げたものと、なんだっけな、チキンの揚げたものと、なんかいろいろ入ってるプラッターをランは頼みました。それではロブスターロールいただきます。もう大きすぎる。どっから行こう。ではここからいただきます。身がプリプリ、めっちゃ美味しいです。すっごく大ぶり。だってもう見てください、この上に乗ってる身なんかもすっごく大ぶりです。中は結構たっぷりめのマヨネーズですね。パンもこんがりバター塗って焼かれてて美味しいです。最高。ではランはですね、こちらのロブスタービスクを試します。いやもうすっごい濃厚。いただきます。香りがすごい。めっちゃ美味しい。めっちゃロブスターめっちゃ濃い、でこのハドック、白身魚のフライ、あそう、このプラッターは白身魚のフライ、まあ、チキンフライ、シュリンプフライ、そしてピクルスフライです。ピクルスフライはもうアメリカの定番のバーフードというか、よくカジュアルな飲食店で出される酒のつまみです。じゃあもうこのハドックいっちゃいますね。結構しっかり味ついてそう。いただきます。身がふわふわです。もうあのハドックってタラの一種なんですけど、この白身が本当にふわふわで美味しいです。あでこのソースもいっぱいついてきてて、アリオリ、これがなんかここのオリジナルドレッシングで、これがなんて言ってたっけな、あタルタルです。食べ終わりました。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。しかも、これだけ食べて飲んで85ドルちょいです。本当にもうこんな大きいロブスター食べれて幸せですね。でしかもちょっと余ったんで持って帰ってます。これは明日の朝食にします。外すごい雪です。もうこれ今晩一晩中降るって予報が出てるんですけれども、いやこれ積もりますね。今からとりあえず朝コーヒーを飲みに行きます。いやなんか近くに結構いい感じのカフェがあるんですよ。楽しみ。わあすごい雪景色です。外雪です。雪がすごい。完全にもう厚着して、なんかヒートテック着て、タートルネックを着て、
ヒートテックは上下着ております、はい、でタートルネック着てデニム履いて手袋もやってるのでも完璧でございます。で外の気温が今1度です。なんかこの雪すごい積もってますし1度だしどんだけ寒いんだろうって思ってたんですけど思ってたより大丈夫そうです。本屋さんですね。ここは何でしょうか。なんかすごい中緑が生い茂っております。到着しました。スペクルドアックスというカフェです。ちょっと読み方合ってるか分かんないんですが入っていきます。買ってきました。アイスラテでございます。ここの店かわいいなと思って来た理由はホットのドリンクを提供してくれる時のマグカップが結構かわいかったんですよ。なんでまあホットのラテでも頼むかって意気込んでここに来たんですが、もうついついいつもの癖でアイスラテ頼んじゃいました。ガービーン。こんな感じの結構大きめですよ。大きめのコップ、プラスチックのコップです。アイスラテ美味しい美味しいんですけど、ホットのコップが可愛かったのにと思っていやもうほんとなんかうっかりしてました。というわけでいただきます。美味しい。染みます。もうカフェイン欲しかった。え、ここでちょっとまったりしてからランと合流します。カバンが小さくって、このカバン前にロンドンのプライマークでこれ買って以来もうずっと仕事中のステイ先とかではこれ使ってるんですよ。軽くてサイズ感もよくってこう斜めにかけれていいんですけど iPad が入らない。で私編集とかは基本 iPad でやってるんでそれだけがネックなんですよね。なんで今回も iPad を持ってきてないんです。なんで本当に今日はこのカフェでまったりまったりまったりします。ちょうど今座ってる席も外の景色がいいんですよ。こんな感じで外も見えて、でコーヒーも飲めてって感じです。え、ちょっと待ってください。今気づいたんですけどこれ何ですか。ハッピーホリデイトラテ。え、デイツとローズマリーのラテなんてあったんですか。これすればよかった。これ多分外に出す用の看板なんですけど、これが入ってるってことは品切れってことなんですかね。ムームーム、どうなんだこれは。しました。はい、というわけで今日はお昼ご飯、なんとウニを食べに来ました。イエー。この寒い中歩いてきましたよ私たちは。で今日やってきたのは ISF トレーディングという魚の卸、まあ主にウニとか卸してる会社なんですけれども、卸だけじゃなくてなんか個人にも販売してくれて、しかもそれを中で食べれるというまあ場所なんです、うんうん、もうこの東海岸のこの日系人の間ではなんか知る人ぞ知る場所らしくって、私たちはその噂を聞きつけ今日はるばるやってきました、はい、こちらです。もう外から見たら普通の倉庫って感じなんですけれども、うん、果たして本当にここなんでしょうかこれを購入してここで食べます。ウニ購入してきました。見てください、これすごい 量はすごすぎるんですけど、ね、見てこれもう寿司屋やん。寿司屋の量です。でこれとあと刺身もすっごく美味しそうなのが、めっちゃ美味しそう。わあ。で実はこの奥に見えるウニ、こちらはですね、なんとこちらのお店の方がサービスしてくださいました。ありがたいね。ありがとうございます。で私たちが買った方がメスのウニ、うん、でこのサービスしてくださった方がオスのウニ、食べ比べてみてねってのことだったんでありがとうすぎる。じゃあいただきます。いただきます。うわ、贅沢すぎる。いただきます。うーん、甘くてクリーミー、うん、あれ匂いもめっちゃしっかりついてます。ついてるっていうのかな、じゃあウニって感じ。うん、甘い、びっくり。うーん、うん、おいしい。このお酢の方もちょっともう試しちゃいたいと思います。あ、全然違う。それでは刺身もいただいていきます。え、ちょっとこのイカちゃんいっちゃっていいでしょうか。おー、いいですね、いいですね。いただきます。
美味しい。あ、つるんとして歯ごたえもよくて最高です。で、サーモンさんもいきます。うお、ね、結構ドーンと大きめ、うまい、うまい、美味しい。で、ウニ、ウニで、ウニで、たまらん。あん肝、サービスしてくださってここで作ってるあん肝です。これめっちゃ美味しい。もうこれはもう酒が欲しくなる。本当に美味しい。うん、これもうまいね。サーモンうまい。うん、あん肝がすごい味なあ、なあ、味付けも美味しさね。でしかこのオスのウニとメスのウニを食べ比べ、やばい。でこっちオス、は歯ごたえがいいね。ね、ちゃんと食感があるというか、淡白な味で、あ、海苔も買ったんでした、私たち。そうだ、韓国、こっちが豪華すぎて、韓国海苔、多分これに、これと米と刺身で包んでね。あ、落ちる落ちる、崩壊崩壊崩壊。美味しすぎるな。まあ、米欲しくなるね。うん、いや、米と海苔を提供してくれたのはもう、本当ニーズをよく分かってるね。水温が下がってるとトゲを縮めて、そんな、そんな伸び縮みするんですね。しかも思ったより重い、意外と重い意外と重い、ずっしり。まず口のところを、これ握ってここグッと、グッといきますよ。はいはい、こんなパキッと割れるんですね。すごっ。じゃあ、真ん中ですよね。真ん中、あ、真ん中いった。はい、で、割れた。オスばっかり両方ともオスちょうどね、50-50 の割合でオスメス。で、こうやって、あ、さっき食べたやつ今終わったばっかりのウニを、ウニいただきます。濃厚、めっちゃーって感じ。すっごいで甘いです。今、さっきの ISF トレーディングさんを出ました。めっちゃ食べた、美味しかったね。超食べさせてもらった。いやもうごちそうさまでした。でもあそこの ISF トレーディングの方のもう人柄が、とにかく良くて、いろいろね、説明していただいて、もうなんか私たちも、あ、てかめっちゃ私たちもまあ、ウニに対する、知識がめっちゃ良かった。本当にいろいろ教えてくださった。いやありがたいです。で、カレンダーもらったな。あ、そう、カレンダーもらった。ね、今からドーナツ屋さんに行きます。もうちょっとお魚とウニでもう今結構お腹いっぱいなんですが、そこのデザートということで別腹、で、なんかこのメイン州に展開というか多分 4,5 店舗だったと思うんですけど、このメイン州ローカルのドーナツ屋さんがあるんで、そこに行きます。はい、楽しみ。ドーナツ屋さん近づいてまいりました。見える？いや、まだ見えんかなあと2本ぐらい道を越えたところです。到着しました。ホーリードーナツです。ドーナツ買ってきました。見えますかこれ。はい、今日は4種類買ってきました。カノレ風ドーナツ、茶色いやつがシーソルト、チョコレートシーソルト、これがコーヒーブランデー味、そしてメイプルベーコン味でございます。こんな感じなんですね。もうドーナツっていうより中が塞がってるタイプで、このクリームは注文が入ってから絞っていただきました。いただきます。あ、美味しい。かなりしっとり系のドーナツです。で、このクリームもいただいちゃいます。甘い。最高です。幸せ。メープルベーコンも食べちゃっていいですか？このフロッシングがめちゃくちゃ乗ってます。
めっちゃベーコン。このメープルフロッシングの甘さがガツンと一番に来るんですが、その直後にベーコンのスモーキーさがぐわっと口の中に広がります。美味しい。生地自体はかなりしっとり系の生地です。しっとりなんですけど、めちゃくちゃ詰まってる感じですね。もうこれも味見ちゃおうかな。ブランデー味です。コーヒーブランデーですね。いただきます。え、すごい。ブランデーの風味めちゃくちゃ効いてます。美味しい。なんか見た目はシンプルなんですけど、すごい美味しいです。あ、これ好きかも。ここのドーナツ美味しすぎる。おはようございます。起きました。今日は2時50分起きでした。めっちゃ早いですね。まあ、というのも今日はここメイン州ポートランドを朝一で出発するフライトになります。ニューワークとここポートランドを結ぶフライトは1日2便あって、1便が私の会社が運行していて、もう1便が関連会社が運行しているので、私はまあ朝一の方に乗ります。昨日は楽しかったですね。もうウニあんなに食べたの初めてです。で、今はドーナツ食べてます。これです。これはシーソルトチョコレートか。この朝ちょっと甘いもの食べるってなんかすごい幸せな気分になります。ここのドーナツ本当にどれもめっちゃ好みです。あの生地がかなり詰まってるんですよ。どっちかっていうともう全部オールドファッションみたいな感じですね。美味しいわ。私セブンイレブンのオールドファッションとかめちゃくちゃ日本いる時食べてたんで、もうこれもすごい好きです。で、今日の口グロス、これ新しく買ったやつなんですよ。これです。あ、見えるかな。はい、これはフェンティビューティーというブランドの1番ホットチェリーです。ヒートってやつですね。まあヒートって書いてるぐらいなんで、これ塗ったらめちゃくちゃカッカします。なんか唇がもう熱い、とにかく熱い。あの火鍋とか食べた後みたいになるバーンって。で、それで唇をプランピングじゃないですけれども、ちょっとこうぷっくり刺す視覚効果が出るっていうクロスです。で、これ見た目めちゃくちゃ真っ赤なんですけれども、塗ると結構いい感じになじみます。今日はまずここポートランドを出てニューワークに戻って、これが1時間ちょいのフライトです。で、ニューワークからフロリダのキーウェストというところに行きます。これが3時間ぐらいのフライトで、キーウェストからニューワークにまた戻ってきてお仕事終了です。今日は3便に乗ります。3便乗るの久々でもないのか。この前同じくまたフロリダに行った時に2便乗ってフロリダ滞在予定がなんかもう1便追加になって、結局3便っていう流れだったことはあります。今日は長い一日になりますが頑張っていきます。それでは皆様、本日も動画をご覧いただきましてありがとうございました。この動画が面白ければぜひ高評価ボタン、あとはチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。